なら、さあこの窓に来いよ、風を受けよう。ここは横浜51回目の放送ということで、和室からお届けをしております。まあ、今日はですね、浜っ子ストリーム寄せ鍋大会ということで、皆さんでですね、鍋を囲みながら放送ができたらいいなと思っていたんですけれども、リクエスト一応出したんですけどね、浜っ子ストリームの Facebook ページの方に、投稿しておいたんですが、受け入れられなかったということでね、却下をされてしまいました。まあ、皆さんですね、やっぱりこう寒くなってきたんで、鍋が美味しい季節になってきてますんでね、多分、まあ、今晩あたり鍋を囲んでっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思ってますけれども、まあ、浜っ子ストリームはね、普通に今日は淡々とお届けしたいなと思ってますんで、皆さんよろしくお付き合いお願いします。で、先ほどですね、なんかユーストリームの、浜っ子ストリームの方の、タイムラインがなんか消えてしまったという事件が発生してるみたいで、さっき見たらね、一日中見てても飽きませんねとか、犬を飼ってますか、柴犬の子見たことありますかとか、とても面白かったです、これは最高とか、この番組についてのコメントをツイッターやフェイスブック、なんかいろいろこう見たんですけど、あれ、この人たち誰だろうみたいなね、はい、ただデフォルトでついてるタイムラインでございました。まあ、どんどんいろんな方々にね、書き込んでいただければなというふうに思います。今日はですね、おなじみのロッキーさんがタイムラインの方を、担当していただいてますんで、何かですね、ツイッターとかを見て、ツイッターとか見てじゃないですね、ユーストリーム見て、タイムラインとかで、ちょっとコメント出してみたいなという方は、ぜひ、そちらの方にね、ツイッターでもいいですし、Facebook でもいいですし、コメントを書き込んでいただければというふうに思います。前回はですね、先週はすいません、なんか2回ぐらいサボってるような気もするんですけど、食と脳の、まあ、横浜市のですね、関係の方が集まる、会合に行ってまいりまして、ですね、スカイビルの29階にある、三国横浜さんから、なんかこう、お届けしようかなと思ったんですけど、なんかそういう雰囲気じゃなかったんで、はい、ずっといろんな方々とお話をしてましたが、まあ、食とね、脳に関する人たちが、まあ、集まって、まあ、忘年会っていうか、みんなでこう、話したりとか食べたりだとかっていうね、そういう、まあ、イベントというか、そういう会合があったんですけれども、まあ、生産者の人、ね、まあ、私も、みなとみらい大学の方で出ていただきましたけれどもね、カルベさん、ね、西田のカルベさんとかですね、まあ、トマトの山本さんとか、それ以外にも、まあ、初めてではないかもしれないですけど、ね、お会いする生産者の方とかですね、あとはもう、まあ、加工品の会社の社長さんとかですね、とにかく全部挙げてるとすごくキリがなくなるぐらいなので、まあ、横浜市の方々も来られてましたけどもね、いろんな方々が、そこに参加をして、まあ、皆さんでね楽しい時間を過ごすことができましたんで、とにかくですね、出てきた料理がやっぱりすごい、うん、三国横浜ですからね、はい、それが、全部ですね横浜の野菜なんですよ。横浜の野菜フルコース、すごいです。まあ、もちろんカラベさんとかですね、生産者の方がその食材を提供されてるんですけれども、三国横浜 の、 シェフの南波さんっていう方はですね、ご自分で使う食材を畑に取りに行くんですよ、ね、で自分でその取ってきた食材を使って料理をされるというね、なかなかできないと思うんですけどね、そういうのってね、すごく大変だと思うんですけど、本当に自分で生産者の人とか、やっぱりそのね、まあ、現場っていうか、そうこうそれを作ってる人とか取ってる人のね近いところに行って、それを自分の目で見てね、きちんとこだわったものを出してるというね、はい、とにかく、すごい美味しい料理を、いただくことができました。まあ、今クリスマスの時期なんでね、ちょっと予約とかっていうのはかなり厳しいんじゃないかなと思うんですけどもね、
どんどんクリスマスに向けて三国横浜ももういっぱいになってるとは思うんですが、ランチスペシャルランチっていうのもやってるみたいですね。はい、6800円のランチがありまして、すごく興味を引かれたんですが、6800円ってどんなランチなんだろうっていうふうにね、で南波さんに聞いたら、夜のメニューを昼も食べられる、まあ、全部じゃないんでしょうけどね、やっぱりこう夜はちょっとっていう方がね、なかなか例えば、遅い時間はっていう方は昼にもね、同じようにその夜と、まあ、同じような感じで、料理を楽しんでいただけるような、なんかそんな趣旨だということなのでね、もしお時間のある方はぜひ行ってみられてはいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、絶対に満足すること間違いなしです。太鼓判を100個ぐらい押しとこうかなと思いますけれどもね。はい、まあ、そんなんでね、いろんな忘年会すごいですよね。なんか見てると街中忘年会だらけね。私はお勤めしてるわけじゃないからあれなんですけど、サラリーマンの方々あれですよね、なんかほぼ連日のように忘年会みたいな、そういう方も結構いらっしゃいますよね。すごいですね。はい、忘年会っていうのはあんまり出たことないんですけど、はい、まあ大学にね、お勤めをさせていただいた時は、まあ忘年会っていうのが多少あったんですけどね、大学の教員って横のつながりないんですよ、基本はね。みんなそれぞれ自分が偉いと思ってる人が結構いますからね、全然偉くもなんともないかなと思うんですけど、ね、だからそういう横のつながりとかがないので、まあ、せいぜい自分の学科とかで忘年会みたいのがあったりとかしたら、あとは何もなしみたいなね。はい、皆さんどういう忘年会に出てるんですかね。皆鏡さん、なんかこう、家の忘年会、部の忘年会、会社の忘年会、取引、仲の良い取引先との忘年会。そうですね。あと最近はソーシャルで知り合った、ソーシャルで知り合った方々の忘年会ね。はい。あとはまあ LPO の忘年会、ね、LPO の忘年会とか、ボランティアの忘年会とか、はい、今年はなんつっても絆の年だったそうです、ね。絆の年ですね。はい。まあその漢字のことについてはちょっと後でね、お話ができればお話をしたいと思いますけど、あんまり言うとまたあれなんで、はい、言わないとおこうかなと思いますけど、まあでもいい感じですよね、絆ってね、はい、とってもいい絆って感じで、そうじゃなかったらなんか真っていう感じが出たっていうね、地震の真っていうね、はい、いずれにしてもまあやっぱりこう地震とか、津波に関するような、ことが、まあ、きっかけというかね、それが、念頭に置かれての感じのセレクションだったと思うんですけれども、まあそんなんで、どんなんでかはちょっとわかんないですけどね、お話を今日は先に進めていきたいと思いますが、まあいくつかちょっと、告知をね、させて、お知らせをさせていただきたいなというふうに思います。あ、その前にですね、はい、前の、はい、前の過ぎ去った話なんですが、はい、こちら。月食ですね。あ、月食ですね、はい、私も見ました、生で見ました、はい、で、ユーストリームの、ね、中継もやってたんですよね。あ、ありましたね。で、ずっと見てると寒いんで、ユーストリームの中継をチェックしながら、あ、ちょっと進行したなと思ったらまたベランダに出てですね、結局全部見届けました。すごかったです、寒かったです、でもやっぱりとても感動しましたね。これ今映ってるのがですね、はい、ロッキーさんが撮ってきてくれた、月食の写真を今、アップして、流しておりますけど、はい、これがちょうどだいたい10時ぐらいでしたかね、10時もうちょっと経ってましたかね。かなり寒い中を撮って、まあ、ずっといたわけでもなくて、まあ、携帯電話の電池とかの問題もありましたから、これ実は全部すべて携帯で撮ってるんですね。では、入ってたり入ったりですから、はい、そうすると、これ今半分ぐらい、そうですね、ちょうど半分ぐらい消えてるところですよね、はい、はい、これ何時ぐらい。そうですね、おそらく10時半ってこと、半分ぐらいは大体そんな感じじゃないでしょうか、はい、最終的にだって全部消えたのがもう11時何分とか50何分とか、そうですね、それも多分、はい、これが
ずいぶんもう消えかけて、そうですね、4分の1ぐらいですね、はい、5分の1ぐらい。これどんどん赤くなってくるんだよね、月がね。すごいんだよな。でこれがもう完全に影に入っちゃった感じです。これでも、はい、完全に暗くなるわけじゃないんですね。違いますね。ちょっと明るいですね。違いますね。ちょっとうっすらと影が残ってるような、そういう感じですよね。でこう影がどんどん移動していきまして、ちょろっとこう左下の方が明るい。これで何時ぐらい？からそうですね、ちょっと失礼。これだともう開けちゃってるかな、これ。これはもうあれですかね、12時過ぎてるんですかね。そうですね、過ぎてますね。12時、わずかに過ぎたところです、ね。12時7分ですね。はい。で、こうまたお月様が出てくるんですね。はい。あの月食見ててすごく思ったのは、まあもちろんそのね、月が欠けていくのがすごく綺麗だなと思ったんですけど、あ、なんか宇宙見てる感じがしましたね。うん、はい、リアルに。そうですね、はい、リアルになんかこう、あ、月もやっぱりこう天体というかの、うん、ね、惑星じゃないや、衛星なんだみたいなね、はい、あのこれ撮影者した人間として言わせてもらいますと、うん、身の回りの人間結構あれなんですよね、あの寒いからいいやとか、うん、そうおっしゃってる方いらっしゃいまして、で私も最初はね、まあ1回見てちょっと11時頃かけるだろうからその時見て終わりでいいやと思ってたんですが、皆さん Facebook 上なり、うん、ミクシーなりでいろいろ写真出してまして、うん、何かものすごいこう興奮してらっしゃるので僕もちょっと煽られた部分もありますでもやっぱり出てみると、いざあのカメラを手にしてみると衝動には駆られますよね、これはやはり、うん、そういう実感はやはりありました。ちょうどですから、今の忘年会でね、これ見れてなかったんで、あ、貴重な写真をありがとうございます。あ、いえいえ、あ、そうでしたか、まあそうなんですよね。ただまあそれご覧になりたくてもね、ご覧になれない方は仕方ないと思うんですが、まあ興味がないとおっしゃる方は騙されたと思って一度見てみるのも手だと思います。騙された。3年後ですか、次が、うん、聞いた話では。そうですね。そのチャンスには皆さんぜひトライしていただきたいなと思いますので、これを超える写真必ず撮れると思います。うん、携帯でこれですから、一眼レフでも用意すれば必ず撮れますよ。最近コンデジでも結構倍率がいいやつありますからね。そうですね。実際私の携帯などはまあ500万画素ですからね。まあその日ですね、あの夜家に帰ろうと思って街中歩いてたんですけども、中心部をね、桜木町あたりとか、あの三脚持った人たちがいっぱいいるんですよ。で、いや今日はやたら横浜の夜景を撮る人が多いなと思ったら、何のことはない、多分みんなね、そっちの方の夜景ではなくって月食を撮ろうというね、方が多分いっぱいいらっしゃったと思います。私はてっきりあのね、あのたくさんの人が横浜の夜景を撮りに来てるのかなと思いましたけど、全然違いましたね。まあこれからクリスマスから新年にかけて、横浜も、イルミネーションが綺麗ですからね、はい、それを撮影にこうする撮影するのもいいのかなと思いますが、そうですね、もう夜景絶対綺麗ですからね、まあ最も私からすると、まあ朝日もいいぞと、こういう時こそ朝日もいいぞと言いたい気持ちもありますけどね、実際撮ったんですけど、まあその話はどう。まあ、夜景といえばね、夜景といえばこれ今ちょっと流しますけど、まあ夜景のスポットって結構たくさんあるんですけど、まあその中でも大桟橋はね、とっても有名な、スポットだと思うんですが、今大桟橋にですね、ロシアの帆船、ロシアの帆船の、ナデジュダ号っていうのがね、今停泊をしております。でそれがですね、
なんていうのかな、大桟橋からね、赤レンガとか、桜木町の、クロックの方とかって結構すごく、綺麗に見えるんですけど、その、ナデジダ号とその後ろにあるいつものね、夜景の光景のそのミックスというか、コラボはすごくね、とっても素敵です。東京新聞のね、記事があるんで、それの URL を今ちょっと、浜っこの方に流そうと思いますけど、まあ、Twitter はオーバーしたかなまあいいや、今ちょっと流してみたんでね。このロシアの反戦って、前にも多分ね、何回か来てるみたいなんですけど、記事見たら、今回は大桟橋に12月の12日月曜日から来て、それが15日木曜まで、つまり明日まで、停泊の予定だということです。で、今回はね、これってロシアのウラジオストックにある、海洋国立大学所有の、帆船だそうですね。まあ、訓練船というか、まあ、大学の、訓練船みたいな、そういう位置づけらしいんですけれども、はい、で今回はメキシコからウラジオストックへ帰る途中に横浜港にね、寄ったというね。で、停泊中は夜間にはイルミネーションで横浜港の夜景に彩りを添えてくれる予定となっているので、新聞記事にもそう書いてあったんでちょっと行ってみたんですけど今日ね、灯ってはいませんでしたまだね、はい、多分今日あたりやるのかな、それとも明日なのかな、わかんないですけどね、はい、まあ、ちょっと今日帰りに寄っていこうかなとも思いつつ、あそこまで行くの寒いなと思ったりもしてるんですけど、でもねすごい綺麗ですよやっぱり帆船、もちろんね桜木町、まあ、横浜の人間からすればね、帆船はいつも桜木町のところにね停泊しておりますんで、帆船でおなじみかもしれませんけど、またちょっと違った、現役でね活躍をしている帆船ですんで、すっごい綺麗でしたね。たまにあれなんです、以前は官人丸とかも来てまして、うんうんうん、やっぱりまた日本丸と違ったフォルムも持ってましたから。そうですね、ものすごいこうまた別のビジョンがありましたから、ね、うん、別の厳かな姿といいますか、そういうのがありました。まあ、よくね例えば、豪華客船 の、まあ、クルーズ船のアスカとかアスカ2とかですね、いろんな外国の、まあ、クルーズ船が来た時に大桟橋のねまあ、サイトを見るとちゃんとスケジュール出てるんですよね。いつ、何月何日の何時から何時まで、どの船が寄港しますよとか、停泊しますよ。あれなんかを見て、時々ね、時間になるときは、船見に行ったりしてるんですけど、まあ、すごくいいですよね。はい。こんなパンフレットも持ってきてみましたけど。ほい。魅惑の船旅。はい、魅惑の船旅。お、これですね。はい、今出てますよね。もうね、魅惑の船旅ってこれクルーズ船のやつですね。はい、それはこれ違うやつだと思って持ってきた、これは単なる表裏というね同じだったという、まあ、そういうオチですけど、はいはいはい、まあ、これが日本船で、こっちが外国船、あ、ね、まあ、PTS っていうそういう会社がやってるトラベル情報なんですけど、結構ねまあ、クルーズ船っていうと別に世界一周するわけではないんで、まあ、日本の中でいろんなとこ行ったりとか外国に行ったりするんですけれども、まあ、例えばアスカ2の、1月の、5日から1月の7日までの3日間のコースで、ですね、横浜港の大桟橋を出て三重県四日市港に入ってで、帰ってくるというね、そういうやつですけど、それであれば例えばさすがにね、ロイヤルスイーツとかになると46万とかしますけどね。まあ、普通のあたりだと10万台ぐらいで、まあ、そのクルーズができるというね。まあ、あとは、アスカ2で行くニューイヤー香港クルーズとかですね。12月25日から1月、1月4日まで11日間やってるそうですけど、まあ、これはちょっとね、さすがに一番安いやつでも55万ぐらいしますけどね。うん、まあ、でも、まあ、ものは考えようでね、はい、飛行機だってねやたらまあしたりしますからね、まあ、でも最近暑いのかアジアとかはね、はい、なんか結構船が好きだったりするんで、
そのうち伸びたいなと、思ってはいますが、はい、そうですね、あのアスカとか日本丸なんかは来てると、あの停留している間ね、見学に入れたりするん で、 そ、 で、ね、はい、そこで一回、船の中からのユーストリームというか浜っこ通信でやるのか、浜っこストリームやりたいですね、やってみたいですね、はい、ちょっと申し込んでみましょうか。あ、いいと思いますよね、特にあの帆船の中からなんか、本当に、いいと思いますよ、趣があっていいな、これ。あの、沖に行っちゃうとね、電波つながらなくなっちゃうから。それはありますけど。なでじゃ号からやってみたいっていう感じだけどね。はい、ちょっともう。アスカで、なんか増えないんですか？あの、一般公開とかは、前に来た時はしてるんですよ。今回ちょっとわかんないんで、情報出てないんですね。はい、というかどうか。まあ、あの、港湾局の、まあ、にぎわい振興課っていう課があって、そこのところは情報出してるんですけど、聞いてみようかな。はい。見たいって言って。船の中、まあ、あのそんなんでこういろんなあの楽しいことが、横浜港はね、横浜を受けますけど、はい、で一つ先ほど の、 あの打ち合わせの時にあった告知が、はい、はい、告知が一つございまして、はい、ニテヒカフェ、ニテヒカフェですね、はい、まあ、あの若葉町といってですね、まあ、駅から駅で言えばあの、まあ、京急の小金駅、小金町から、まあ、歩いて、そうですね、まあ、5分もしないんですかね、はい、で、昔っていうか最近は行ってないですけど、あのここからのね、そうですね、浜っこストリームね、何回か久しぶりにちょっとやってみたい感じですけど ね、 そうですね、はい、イベントみたいにしてやってみたいですよね、で、そこの、ニテヒカフェの方でですね、The 70s from ニテヒステーションというね、イベントが行われます。まあ、どんなイベントかというとですね、まあ、70年代を真ん中にしたラジオディスクジョッキー風ナイトということで。で、ちょっとですね、このお知らせの方を見て、読ませていただくとですね、70年代、あなたの心に残った曲をエピソードを添えて持ち寄り合い、ご自身、DJ、女子アナが読み上げ、紹介する参加型イベントということだそうです。ジャンルレスで、ドリフ OK だそうですね。不意打ち、想定外歓迎、想定外も歓迎だそうです。音源、LP、EP、CD、カセット、YouTube に限り、メールで事前申請くださいということですね。とにかくだからみんなで70年代、この曲私がすごい好きだよとか思い出があるよとか、ね、何かこう、ちょっとこれはみんなにね、シェアしたいっていうような曲を、まあ、持ち寄ってみんなで楽しもうという。まあ簡単に言ってしまえばそんな感じのイベントなんですけれども、で、あの音源はそんな感じでね、事前申請していただいて、あとは映像も OK だそうですね、DVD、VHS、SVHS とね、まあ、いろんなものを、持ってきてくださいということになっております。で、今回ですね、そのファッション、そっちの方も、まあ、仕掛けがありまして、70年代風なファッションでの、参加が歓迎っていうことですね、まあ、一部だけでもかということです、ね、あの例えばこうシャツだけが70年代とかね、なんかいろいろあると思うんですよね。髪の毛がなんか70年代だったりしてね。髪の毛70年代ってなんかありそうだよね。アフロとかね。アフロとかね。はい。もじゃもじゃもじゃっていうのもそうだな。長髪が多かったり。ああ、ストレートの長髪もありましたね。そうですね、ありましたね。はい。まあ、DJ 音機、大機っていうね、2人の DJ の方と、あと曲紹介ということで、音機と、大矢野ひろ子さんですかね、女子アナ。はい。が、読んでくださるそうです。すごいですね、女子アナが読んでくれる、まあ、曲紹介みたいなね、はい、でショータイムでスナッチが出ます。はい、スナッチって皆さんご存知ですかね。あの砂山さんって方がいらっしゃるんですけどね、これね、なんて言ったらいいのかな、バーレスク、はい、今 YouTube の方ちょっと私クリックして音が出るのかなと思いますけど、あのかなりセクシーなね、あのショーがありますよね、うん、あのよくこう、まあ、バーとかでも、そういうステージがあって、アメリカとかに行くとねよくあったりしてるんですけど、あの、女性のがこう踊ったりだとか、ね、周りの人を巻き込んでこうなんかね、あのかなりセクシーなコスチュームでショーを繰り広げるというね、そういうバーレスクというものがあるんですけれども、踊りがあるんですけどもね、踊りというのか、ショーというのか、ね、エンターテインメントがあるんですが、そちらの
すごい方です。はい、砂山さん、それの、ショーがですね19時半と21時半の2部立てで行われるということですね。日時を申し上げます。12月の17日土曜日、オープンが18時でスタートが19時で、22時30分がラストオーダーということになっております。料金の方は、1000円、2チケットで当日受付にて販売をするということです。で、ワンドリンク、ワンチケットということなんで、フードもね、ワンチケットということになっているそうです。まあ、ショータイム時間はね、投げ銭になってますんで、まあ、投げ銭用意しておいて、ね、皆さんがね、このぐらいというふうに思うのに、ちょっとプラスをして、投げ銭をしていただければなというふうに思います。場所はニテヒワークス、横浜市中区の若葉町にございます。3-47-1というね、浜銀ビル、昔ね、だったんですが、そこの1階。昔じゃない、今も浜銀ビルって名前なんですけどね。はい、で、行われます。情報の方がですね、これ、ニテヒの、ニテヒカフェの方にはなんか情報が出てないのかな？出てますよね。出てますね。一応最新ニュースということで、はい、簡単には紹介がありますが、Facebook の方の、イベントページが立っておりますんで、まあ、そちらの方をね、もしよろしければ見ていただければなというふうに思います。まあ、ニテヒではね、24日にニテヒクリスマスパーティーっていうのがあったりとかですね、28日にニテヒ大忘年会っていうね、いいですね、これね、ちょっと行ってみようかな。はい。いろんなところで、あんま忘年会ね、あれなんですけど、いろんなイベントがまたこちらでもね、開かれるそうなんで、まあ、今回はとにかく、土曜日、17日に行われる、ザ・セブンティース・フロム・ニテヒ・ステーションというね、それに、ぜひぜひ参加をしてみてください。まあ、特にこれ予約とかそんな感じではない感じなので、当日行っていただいてね、どんどんまあチケットを買って、入っていただければなというふうに思います。まあね、久しぶりにちょっとね、ニテヒ行ってみたい感じはしますよね。うん。70年代のファッションってどんなのがありますかね。下駄ですね、つまり。下駄。ベルボトムのジーンズなんか、あれは70年代ですか？まあ、70年代のですね、まあ、ファッションというふうに言うと、今、70年代ファッションの画像検索を、これ便利ですね。Google で70年代ファッションの画像検索をしてみてください。そうすると、まあ、ベルボトムはそうですね。はい。ございます。で、あとは、そうだな。70年、そうね、70年のファッションって大体どんな感じになるのかなっていうのはね、多分皆さん、それぞれ、いろんな、曲とかは何がありましたかね、70年代っていうと。神田川とかでしょうね。あと、フォークソングでしょうね。まあ、私も、この間、フォークバー行ってきたんですが、やはり、なんて言いますかね、はい、レパートリー見てると、まあ、南こうせつだとかね。はいはいはい。まあ、古いあたりだと、まあ、僕はまあ子供の頃ですから歌まで知らないんですが、玉谷と吉なり、はいはいはい、吉田拓郎なり、ああいったところがまあ結構知られているようですね。まあ、70年代っていうとね、まあ、ファッション的にはやっぱりこうジーンズが、まあ、もうどんどん、まあ、もちろんその60年代後半からいろいろと入ってはきてはいるんでしょうけど、まあ、全盛期というか、はい、ここで一気にね、広がったのが70年代じゃないかなっていうふうに思いますよね。さっき言ってたベルボトムジーンズとかですね。はい、あとはヘビーデューティーという言葉、なんとなく懐かしい感じ、しませんでしょうかね。はい、まあ、あと、まあ、音楽的には、まあ、洋楽だとモータウンとか、そうですね。はい、あとファッション誌で言えば、たくさんいろんなこの頃はね、ファッション誌の創刊がどんどん出てきたということで、例えばアンアンとかノンノンとか、はい、モアとかクロワッサンとか JJ とか、まあ、JJ はかなり遅いですけど、まあ、いわゆるニュートラと言われるね、そういうこう
ファッション雑誌を、中心としたね、ムーブメントというか動きが始まったのもな、この辺りというね。まあ言ってみればなんかこうすごく今のなんていうかな、いろんな、雑誌っていうかね、最近は廃刊するものすごく増えてますけど、今ね、手元にある、メジャーになってる雑誌のほとんどがこの辺りにね、創刊されてるっていう、なんかそんなような感じですよね。はい、で75年から80年代ぐらいにかけて、やっぱりニュートラというね、ものが出たんですけど、ニュートラといえば、それは当然、ハマッコストリームですから、ニュートラはどうでもいいと。はい。ね。大事なのは、その頃に流行ったハマトラというね。そっちの方がずっと大事でございます。ニュートラはどうでもいいというね。ハマトラがメインという。はい。神戸の人が来たらかなり怒るかもしれませんけどね、意味じゃないですか、ハマトラ。はい、ハマトラについてはね、なんかもう説明する必要もないのかなっていう感じはしますけど、知らない方いらっしゃいますかね。ニュートラの中でもとにかくハマトラ独自のファッション、スタイルということでね、やっぱりこう横浜人ですから、浜っ子ですからね、神戸の真似はできませんよっていう感じでね、皆さん独自のファッションスタイルを、貫かれたというね、山手のフェリス女学院とかね、そのあたりからこうがメインになって、流行らせたというファッションだったと思うんですけどもね。でそれが地元の元町ブランドで固めたというのがね、やっぱすごいですよね。北村とかですね。そう、浜虎の、福蔵とかですね。三種の神器、福蔵の洋服と美浜の靴、北村のバッグというね、すごいですね。こんなものがあったりとか、似て非に行くときにね、どんな風なファッションで行ったらいいのかなっていうのはね、よろしければ、Google とかで検索してみるとか、ね、画像検索してみるといろんなのが出てくると思いますんでね。はい、70年代だと、洋楽が結構、そうです。あの辺りじゃないですかね。ちょっと、あれなんですね、70年にビートルズが「レッド・イット・ビー」出して、で解散しちゃってるからね、ところで、あんま日本の方だとあんまりあれなんですよね、洋楽がちょっとパワー落ちちゃってる感じで、確かにね、ビートルズっていうすごいのが60年代にガーンと。とにかくムーブメント作り出して、で70年代の終わりにね、初めにスーッとこうなんか、結構本当に洋楽好きな人しか洋楽を聴かなくなっちゃうっていうのが70年代ですね。レッド・ツェッペリンとかザ・フーとか、結構有名どころはあるんですけども、多分皆さん聞かれるとああっていうやつがあると思うんですが、それよりもやっぱり日本の中の千秋直美さんの喝采とか、アグネスちゃんとか、これのアイドルがこう出てきたりとか、そうね、アイドル路線ですよね、やっぱりね。あとはその、西城秀樹とか、新御三家の方がこう出てきて、で、フォークソングから、ニューミュージックみたいなね、流れになってきますよね。でもう79年ぐらいになるともうサザンオールスターズが出てきちゃう。そこから先はね、もう全然違った感じになっちゃうんでね。でもね、やっぱり70年代ってすごい人たちがいっぱい出てるんですけどね。もうとにかくこの今70年代洋楽アーティストリンクっていうのをページを見てるんですけど、読んだらアバもいるし、イアロスミスね、一応ビートルズの名前入ってるけど、ビリー・ジョエルとかね、ボブ・ディランとか、60年代から被ってる人もいますけど、とにかくすごい人たちがね、いっぱいいるんですけどね。イーグルスの名前もあれば、エルビス・コステラってこの辺から入ってるんだね。はい、そうですね。とにかく、ジェフ・ベックの名前もね、だとかね。ここら辺はちょっとコアな人でないと、あんまり、むしろ60年代の人の方が、リバイバルとかで、分かりやすい感じですよね。でもこの辺りで言えば、結構流行ったというか、割とポピュラーだったのがオリビア・ニュートン・ジョンとか、
ぐらいだったらあれどうですかね。あ、どうなんでしょう。オリベニュートン・ジョンって結構あのメジャーなところでテレビとかにもガンガン曲かかってたじゃないですか。さすがにねエアロスミスとかそれはかかんないだろうけどイーグルスとかね。で、まあ、オリベニュートン・ジョンの曲はあの、なんていう曲だっけ、パッと出てこないけどなんか流行った曲がありましたよね。ありましたね、はい、オリビア・ニュートン・ジョンって70年代ですっけ、80年代、まあ、ちょっと80年代かな、印象が強いんですけど、はい、一応70年代から出てるっていう感じですよね、はい、そうね、やっぱ80年代だね、はい、まあ、その辺はあのその人たちによって、ね、違うのがあるかもしれませんが、もうまあ最近の若い人はね、もうこうあの80年代なんていうともう全然歴史の世界。はい、そうですよね。ね、まあ、日本で言えばね、荒井由実さんの名前とか、あがた森洋とかです。すごいマイナーですかね。細野晴臣さんとかね。70年代後半になるとね、まあ、小松さん、ま、桑名正弘、南吉とか、逸話真由美、いました、五代醐、大好きでしたよ。吹きの塔、カシオペア、キャロル、ダウンタウンブギウギバンド、うん、原田真嗣って曲で言えば、あの青春時代もそうじゃないですか、はい、まあ、あのいわゆるロックとかニューミュージックっていうのが日本語の歌詞で、あのその、洋楽のメロディーというのが定着 しだしたのが70年代ですよね。うん、もうね、70年代の話にどん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 ディープになっていきそうな感じがするんですけど、はい、まあ、あのそんなねものをちょっと彷彿とさせるようなイベントだというふうに思いますので、ここまで引っ張ったのかって感じですけどね、はい、あのぜひ日程日のイベントの方にね、行かれる方はぜひ行ってみていただければなというふうに思います。ツイートの方でもお待ちしております、はい、皆さんも70年代自慢ぜひ書き込んでください。70年代自慢ね、生まれてない人も結構いますけどね70年代ね、新しい人たちはね、そうかもしれませんね、はい、80年代生まれの人たちがだって今ん80年代生まれの人たちが今ようやく30になり始めてますからね、はい、はい、そりゃ生まれとらんわそうだよね、だって40代そうだか、40代は70年代はねあれですけど怖い時代だ。まあ何しろあれですよね、80年代初めの松坂大輔が31歳ですからね、うん、20代の人なんかね生まれれるどころかまだまだみたいなね、はい、まあいいです、はい、ということですね、あの、あで日程日カフェの場所を、あごめんなさい、あそうだ、場所はですね、若葉町と言っても分かんないのかもしれませんが、あの飛行場があったところですよね。飛行場それは伊勢崎町の、それ全然違います、はい、あの伊勢崎町全体が飛行場でしたから、はい、そこだけ言うと多分分かってます、はい、飛行場があったところはどこですかとかって言われてもね、ここ全体だよとか言われちゃうんでね、あの似て非貨幣の、アクセス方法はですね、ま、地図が出ましたね、はい、出ましたが、これでも分かんないね、あの似て非のね似て非カフェの似て非の、アクセスマップがあるんでそっちの方今流しますね、はい、そっちの方が分かる、非アクセス方法、アクセウになっちゃった、アクセス アクセス方法、あの一番簡単なのはとにかく小金町の駅で降りていただいて、で大岡川に向かってですね、とにかく駅をあの鎌倉街道の方じゃなくって、鎌倉街道は遠いのか、そうか、あごめんなさい、鎌倉街道じゃないや、小金町出ていただいて、とにかく大岡川の方に向かってね歩いていただいて、大岡川を越えて1本目、2本目ぐらいのお店ですかね。あの、近くにシネマジャック&ベティという、はい、これもちょっと言っても分かんないかもしれませんけど、はい。今、あの、その、地図を
そうですね、はい、あの小金町の駅出て向かって大川川を越えて、左側の方ですね、左側の方だから、あの横浜の方にちょっと戻るような感じで、はい、行っていただくと、あの二滴カフェというのがございますんで、ね、ぜひ、まあ、あの中道歩くんだったら若干伸びていう目印にしていただいてもね、すぐ近くなのでね、行けると思いますからね、はい、これ他に地下鉄だとね、伊勢崎町、伊勢崎長者町が一番近いでは近いのかな、ね、うん、まあ桜木町からも歩いていけますけどね、うん、まあそんなような、あの小金町から徒歩5分、あ、ごめんなさい、坂東橋から5分ですね、あと坂東橋、そうですね、坂東橋、ごめんなさい、坂東橋ですね、はい、だったら、あの結構ね、あの市営バスとかもね使うと便利なんですよ、はい、はい、あけぼの町3丁目っていうバス停があって、そこから徒歩2分っていうねこれ何系統なんだって感じなんですけど、はい、まあでも神田駅からね歩いても15分ぐらいなんで、ちなみに品川から26分だそうです、渋谷から38分で行けますというね書いてありますからねすごいですね、はい、空港からだと何分かかるんでしょうかね、はい、ああ、何分でしょうね、これね、空港からも書いておいたらいいよね、これね品川から渋谷から38分、空港からだと40分もかかんないで来れるよね、渋谷より近いですよ、もう近いですよね、はい、空港は近いんですよ、羽田空港はね、羽田空港から申し訳ないけど吉祥寺よりも、吉祥寺から来るよりも全然近いですからねなぜ吉祥寺が出てきたのかというとね、いや、あの住みたい街のトップにいつも上位になる街は吉祥寺なんですけど、そことライバルということでね、はい、あのライバル認定をちょっと、今したいと思いますんでね、さ、ということで、この冬のイベントというか、冬の、まあ先ほどのその忘年会ネタじゃないですけど、今の時期の食べ物って皆さんは何が今の時期の食べ物、一時期というか忘年会でよく皆さんが食べる食べ物って何なんでしょうかね。まあ居酒屋とかがやっぱり多いんでね、うん、そうですね、はい、そこまでこだわって忘年会の会場は選んでないかもしれませんが、うん、まあ、こだわる人はこだわるんですよね、うん、例えばまあ私の身の回りで出ていたのがしゃぶしゃぶだとか、はい、すると何が出てたんだっけな、なんか私もちょっとね、あのクリスマス会を兼ねた忘年会をまあちょっと別の方が企画してくれまして、それに出るんですけれども、なんかコース料理、何のコース料理だったかな、あれ、なんかこれがなんか去年だか一昨年だか、なんか日本人らしくちらし寿司でなんか最後締めようだとか、はい、そういうのもありましたね、うん、というか寿司というのもありだと思うんですがね、はい、まあ、あとまあ人によってね、まあ和風洋風いろいろあると思うんですけれども、まあ、あのいろんなものね食べていただければと思いますが、まあ食事といえばね、横浜はやっぱりこう、中国関係とか中華料理とか、やっぱ観光関係のね料理も、観光料理とかも結構大きい、多いし、アジア料理とかも結構あると思うんですけど、じゃあ、あの横浜市の観光情報を見ていたらですね、こんなものがありました。求人情報です。はい、横浜を世界に PR、 海外振興事業スタッフ募集ということで、はい、で国際都市横浜のセールスパーソンとして活躍をしてくださる、そういう海外等の、仕事や横浜の PR でスキルを生かしていただく、そういう人材を求めているそうです。で、国内有数の観光都市横浜、海外からの来訪者を獲得するため、観光やコンベンションでの取り組みを強化したいということでね、今回の人材募集をされているそうです。で、今回求めている人材は、いいですか？韓国語、韓国に関する知識を生かしてアジアからの来訪者を増やす事業を手掛ける方、横浜をよく知り、その魅力を世界に発信したい方、横浜の隠れた魅力を発信したい方にはぴったりのお仕事ということでね。はい。だから、どちらかというと、やっぱりこう、アジア系にね、やっぱこう、強い方とかいたらかなり喜ばれるんじゃないでしょうかね。はい。結構ね、韓国、まあ、ちょっと私の身の回りでも、Facebook かなんかで、韓国に行きたいなんて人いましたから。はい。ね。まあ、北海道とかはね、とにかくね、
韓国語、韓国の人とか中国すごく多かったんですけどね、観光客ね、はい、ぜひぜひそういう方がいらっしゃったら、でもしかして、まあ、英語よりもどちらかというと韓国語ね、はい、という方がいたらですね、ぜひこのお仕事、ね、やってみてはどうでしょうかということで、はい、ちょっと求人情報までね今日は発表してしまいましたけど、まあでもこの季節っていうとその、飲み以外って言ってやっぱあったかいものっていう、体が温まるものっていうか、はい、ですからやっぱラーメンとかですね、はいはい、そこら辺もやっぱり捨てがたいですよね、うん、ラーメンはねやっぱりこうね寒い時とかね、うん、北海道はね暑い時にこうね汗をかきながらラーメンっていうのもかなりメジャーなんですけどね、うん、はい、そうそう、私の経験であれですよ、おととしでしたかね、ジンギスカン、これで忘年会を、はい、ささやかな忘年会だったんですが、どこで食べたんですか、ジンギスカン。ですね、横浜ですよね。あ、横浜ジンギスカンのお店が何軒かありますね。ありますよね。はい、どこでしたかね、あれは、まあかん、まあ、どっか館内の踊り子編の近くだったと思います。そうですね、館内の、大桟橋じゃないけど、なんか赤レンガ倉庫の方に向かっていくところのあたりにちょっと一軒あるのと、あとは横浜駅のね西口のところに一軒ジンギスカンが食べれるお店があるのと、私が知ってるのはその二軒ですけど、まだあと何軒かあるというね、情報はあります、はい、まあちょっとまた、まあ、それ知り合いが知ってた店なんですけれども、私自分であんまり開拓しないので店を、ね、ちょっと情報入ったらお伝えします。じゃ中目黒にも一軒ね あるんですけどね、はい、でもなんかジンギスカンだけじゃあれなんで、ちょっと違う焼肉を入れるって、たまたま食べに行った時に言ってたから、ちょっと店が変わってるかもしれませんが、はい、あと私が経験してみたいのはキムチ鍋とかですね、はい、ああいうのもやっぱり冬といえば鍋じゃないですか、うん、鍋であって横浜というと今度牛鍋ですよね。そうです、横浜は牛鍋ですね。はい、まあ、ということでいろんなね美味しいものを食べていただければなというふうに思いますが、何かね告知が必要なものがあれば今のうち言っていただければ告知をしますんで、はい、ツイートでも、電話でもいろんなものでお寄せください。で、今後ですね、横浜の告知をそれぞれ、いろんな市民放送局とかですね、はい、シェアし合おうという相談してまして、一つの番組だけじゃなくて、うん、いろんな、メディアで、交互にですね、紹介し合おうという取り組みをしていきますので、告知をこう送っていただけると、浜子ソリムだけじゃなくていろいろ他の番組でもです、ね、紹介していきたいと思いますので、はい、どんどん広がっていきます、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、ということで先ほどの漢字のことなんですが、絆というね、はい、アメリカ軍が来た時はなんかお友達プロジェクトというね、はい、言葉でしたけど、まあさすがにね友という言葉はなかったかね、ちょっとなかったですけど、絆というね、どうですかね感じ、まあいい悪いの問題ではないのかもしれませんけどね、まあいろんちょっと個人的に言うと、綺麗、うん、にちょっとまとめすぎたかなっていう、そうね、あるかなと思います。むしろ震災の震の字とか、うん、崩壊の壊れるっていう字でも、今年は良かったのかなっていう気はしますよね、うんうん、まあ確かにねすごく綺麗だなという、綺麗な言葉だし、綺麗なやっぱりこうねイメージがある絆というね、もので、まあいろんな曲とかいろんなもので絆って使われたような気がするんですけどね。まあもちろんその漢字は311だけを頭に置いて選んだものではないっていうのはあるのかもしれませんけど、まあ、全体的にねやっぱりこう現代社会絆がこう薄れてるとかっていう言い方をする人たちも結構いますしね、まあ、そういう意味ではまあ、ぴったりの感じといえば感じなのかなっていうふうに思いますけど、まあ、でもやっぱりなんだろうな、絆っていうふうに言ってね、例えばその東北、
の支援とか、やっぱり東北の人たちにこう何かができないかっていうようなことで、まあいろんな方々がいろんなことをやってらっしゃると思うんですけど、まあ、神奈川県の、県民サポートセンターにもね、神奈川災害ボランティアステーションというね、まあ、神奈川県から、まあ、被災地に向けていろんなそのボランティア活動をやっていく、その拠点となっていくね、まあ、場所がありまして、そこのとこに、まあ、この間、まあ、別のことで、神奈川県の方にサポートセンターに行ったんで、まあ、ちょっと立ち寄ってね、そこのスタッフの人たち人と話をしてましたけど、やっぱりこういろんなことやりたいんだけど、やっぱなかなかね全然手が回らないっていう状況らしいですね。でもう本当にそのやりたいことはいっぱいあるし、やらなきゃいけないことはすごくいっぱいあるんだけど、当然人材も足りないし、まあ、資金的なこともあったりするしっていうこともあったりとかね、あとはやっぱりこう広い、とにかく範囲がすごく広いっていうね、だからそれを考えると、本当にまあなんかこう善意だけではとてもじゃないけどその支えきれない部分っていうのが、当然いっぱいあって、本当にまあいろんな話をその時もちょっと話してましたけどね、まあちょっとこういう生意気な言い方になるとどうかなと思いますけど、あえて言うと仮設住宅っていうね言葉があって、仮設住宅っていうからイメージ的にね勝手にね、まあ何もしてない私が言うのもなんかなとは思うんですけど、仮設住宅っていう仮設って言葉はなんか意味せいぜいなんか半年とか2ヶ月とかね数ヶ月とかっていうイメージがあるんですけど、阪神・淡路大震災の時の仮設住宅ってあれ最終的に撤去されたのが震災が起こってから何年後？10年ぐらいかかってます。10年ぐらいかかってますよね。それって仮設？それ仮設っていうのっていうね。だからなんだろう、そのなんとなくそのいやいや、そのね、いろんな方々がやっぱこう一生懸命やってらっしゃって、できる範囲の中でっていうのがあると思うんですけど、そのまあ例えば次のね、まあそういう財源がどっから出るっていうのはとりあえず置いとくとして、まあ当然その自分たちではもうやっぱりね、いろんなもの、財産もなくなったりとか仕事がなくなったりとかっていう方々がいっぱいいらっしゃるわけですし、あと要は仮設住宅に住んでる方々っていうのはまだそのいろんな物資が届くんだけれども、家が完全に壊れちゃってない方々もいるわけですね。もう要は一部分はとりあえず住めるみたいな人たちがいて、でそのボランティアステーション の, スタッフの方が言ってたんですけど、その人たちの方が逆に言うとむしろ大変っていうね、要は家直せないわけですよ、お金ね、そんなにあるわけじゃないし、そうするとその中で、生活をして、当然まあ暖房、まあ、こう一部分壊れてるわけですから、やっぱりこうね、十分暖かい状況ではないっていう方がいたりとか、だからそういうのも含めて、とにかくやっぱりこれから冬になるとすごい心配だっていうふうにね言ってらっしゃいましたけどね。だから、仮設っていう言葉になんか最近すごくやたら引っかかってて、そのまあ当然今できる最大の範囲でやってるのかもしれないけれども、仮設住宅を建てるにもお金がかかるわけですよね。だからとりあえず仮設で建てて、そのきちんとしたっていうか、マンションなりゃ、まあ、マンションとまではいかなくても例えばアパートとかですね、なんか仮設じゃないものを建てることってなんかできないのかなっていうね、まあ、もちろんその土地の問題とか、もちろんそのご自分のね、土地に住みたいっていうような思いとかもあるんで、一概には言えないのかもしれないけど、なんかその仮設って名前で作ってそれが10年間かかったっていうね、いうようなそれでなんか、まあ、良しとしてるのないのかもしれないけど、なんて言ってるのかわからないけど、なんかそれでこう良しとされちゃってるみたいなね、なんかそれはちょっとなんかちょっとなんか違う感じが、してしょうがないんですけど、まあだからといってお前なんかしろよって感じなんですけどね、はい、ちょっとその辺が、だからそういう意味でその絆って言葉を聞いた時に、
さっき皆川君に来るディレクターが言ってたように、すっごい綺麗な言葉だなと思ったんですよね、絆って。でやっぱすごく違和感感じました、絆って言葉に関しては。でやっぱ絆じゃないなっていう感じがしましたね。まあもちろんそれも一部分なんだけど、なんか今年を表す言葉でもっと違った感じがもしかしたらあったのかもしれない。で多分それを乗り越えてというかね、その分かんないけど、なんかもう一つの感じがあって、その感じの先にいろいろと苦労したりとか涙流したりとか、本当にその真剣になってね、もう本当に命がけでやってる人たちもいますからね、今ね、福島の原発だってそうだし、そういう人たちのやっぱりこうすごいこうドロドロとしたもんっていうか、なんかこうね、すごいこうもう汗水垂らしてっていうか、なんか本当にその泥臭い部分ですよ、そういう部分があって、そこを超えて多分絆ってものがね、その後に来るのかな。ちょっと突っ飛ばしちゃった感じはね、しないでもないなというふうに勝手に思いますが、その言葉は何なんだろう。絆じゃない言葉ね、その芯、壊れる、ね、崩壊の回っていう言葉もそうですしね、まあ、あとは、まあ、悲しみっていう言葉もねあるのかもしれないし、まあ、悲しみって言葉で表せないこう痛っていうね、痛いっていう言葉なのかもしれないし、まあ、恐怖の恐れるっていう言葉のね感じなのかもしれないし、なんかもう一つの感じじゃ表せないね今年はね、はい。だからこそあえて絆っていうのでまとめたっていうのもあるのかなっていう気がしますね。はい、気がしますけどね。はい、まあやっぱこそのあの感じを見てやっぱ違うなってみんな思って、いろいろこうけんけんがくがくやるっていうのももしかするとそこのお坊さんの、そうですね、はい、仕掛けなのかもしれませんけども。うん、まあ、偉いお坊様ですからね、はい、やっぱりね、いろんなその深い考えがあって多分あの感じを選ばれたと思うんで、ね、俗世間の一般人みたいな私がどうこう言うことじゃないのかもしれませんけどね、はい、まあ皆さんもね、いろんな思いを持って、まあ、間もなくね12月がどん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 残り少なくなってきてますけれども、あんまりね、年明けとか年、個人的にはね、その年が明けるとか、そのなんか年末とかね、あんまりその意識がなくって、はい、どっちかっていうとちょっとアメリカ的な感覚なもんですから、はい、一応ニューイヤーズイブはあって、ニューイヤーズデーはあるんだけど、その他は別になんかあんまり、まあ、関係ないからみたいなね、はい、ちょっとそういうアメリカナイズされた感覚を持っている人間ですが、そんなことでちょっとお時間もねそろそろ来てることですからね、何か、付け加えてディレクターの方からあれば。ですね、実は市民放送局以外に横浜で活動しているところで、北中スクール、はい、北中スクール、カルチワンセブっていう、はい、活動されている方があるんですが、ヤト本免許は多分来年年明けに、うん、はい、本放送っていうかおう、の免許が降りるそうなので、素晴らしい、まあ、ハマコソリウムだけじゃなくですね、うん、市民放送局としてもですね、ちょっとなんか一緒にコラボっていきたいなっていう、ことでちょっといろいろお話をコソコソやってるので、ワンセグ、放送の免許です、そうです、ワンセグ放送の免許です、放送の免許、携帯のワンセグ、あ、ワンセグ放送、が、出せる、資格を取れた、免許、あ、免許ですか、許認可制なので、はいはいはい、あ、で今までは免許がなかったので強い電波を出せなかったんですよ、はい、ですからもうテーブルの周りぐらいしかちょっと電波が出せなかったんで、あ、いろいろあったんですが、やっと、本免許が降りそうというところまで見つけたというご報告です、はい、素晴らしい、はい、次回、52回目、はい、まあ、どちらでしょうか、ハマコストリームの、
あれですね、本拠地ランドマークタワーの1階、はい、ランドマークタワーの1階の、あの綺麗な場所で、まあ、やりますので、もしかするとちょっとそれが今年最終回になるかもしれませんので、はい、まあ、遊びに来ていただける方はぜひぜひぜひ、はい、です。まあ、あとはね、年末年始、もしかしたら勝手にマコストリームチャンネルで何かを放送することがあるかもしれませんし、はい、これはなぜなら突然ね、こうピッとこうやっていただけるかもしれません。はい、ということで、次回もね、楽しい話題をお届けしたいなというふうに思います。それでは今日はこの辺で。さあ息が詰まって苦しいなら、さあこの窓に来いよ、風を受けよう。ここは横浜151年風を通した